ございます。おめでとうございます。苦しみながらも掴んだ勝ち点差、試合を振り返って今率直な気持ちを教えてください。いや、今日も大勢の皆さんに来ていただいて一緒に戦ってくれて、おかげで勝ち点3が取れました。ありがとうございました。攻めに攻め続けて結果的にはモンゴルという得点でしたけども、あの1点が持った意味というのは非常に大きかったんじゃないかなと思いますけども、振り返っていかがでしょう。今日は出なかった村山、パウリーニョも含めて、全員で勝利だと思います。ああいうゴールがちゃんと相手のゴールに入るのが今の僕らの強みだと思っているので、まだまだ続けます。さあ、そして守備の部分では2試合連続の無失点、そのあたりの評価を教えてください。点を取られなければ僕らは点が取れるチームになってきているので、これからも攻撃と守備と両方体張りながら気持ち込めながら自分のゴールを守りながら相手のゴールに向かっていきたいと思います。さあ、残り4試合、次節はアウェーでのゲームとなります。ファンサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。あと4つ、僕らは全力で戦って最後の最後まで諦めずにミラクルを起こそうと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。下田監督でした。本日の MVP ゴディバ、ビクトル選手です。おめでとうございます。さあ、試合を振り返っていただいて、まずはビクトル選手のスーパーセーブでチームが救われました。振り返っていかがでしょう。Estoy más nervioso ahora que en el juego. Estoy más nervioso ahora que en el juego.今試合中より緊張してます。No, estoy muy contento de los tres puntos. El equipo ha conseguido una victoria muy, muy difícil. Y sobre todo con las 8.000 personas que estaban hoy aquí para empujar. Eso es lo más importante. いや、本当に厳しい試合で、ただみんなの後押しがあったので、勝てることができました。本当にありがとうございます。さあ、ビクトル選手自身もシーズン中苦しい時期があったと思います。そしてチャンスをつかんで出場して2試合連続の無失点という結果を出しています。今どういう気持ちでしょう。Han sido unos meses, semanas difíciles, porque es difícil siempre trabajar, siempre continuar mejorando, mas al final el trabajo dio recompensa y he podido ayudar al equipo en el campo y consiguiendo los tres puntos, pero todos juntos.厳しい時期はありましたけど、常に向上心を持って取り組んで今実りました。今日結果が出て嬉しいです。さあ、次節はアウェーでの福島戦になります。福島戦に向けて意気込みをお願いします。 Todo nada. Vamos a por los tres puntos y vamos con todo. Y espero que toda la torcida posible vaya para conseguir los tres puntos también. みんなでもう決勝のつもりで戦いましょう。必ず勝ちましょう。ありがとうございました。本日のビクトル選手でした。本日
賞ありがとうございました。続きまして中島や栗畑米国プレゼンツ MVP 賞です。ビクトル選手には戸ヶ谷武無洗米金目米長野県産コシヒカリ5キロをプレゼントいたします。ビクトル選手おめでとうございます。おめでとうございます。